人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には駐屯兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間駐屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？さすが、話がわかりますね。私の分は多めに頼みますよ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああ、そうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁外正面超大型巨人。マジかよ、これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。
ってください。また巨人が入ってきます。ちょっと畜生、やるしかねえ。また入ってくるなんてキリがありませんよ。サーシャ、任せた。ごめん、出遅れたけど、私も加勢するから。ああ、俺たちもやってやるぞ。巨人が警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。こうした感じだ。私たち十分やれるじゃない。よし、っやった。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。このまま行くぞ、サーシャ、任せた。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おい、お前もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前ら
くれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ジュミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。負けないぞ。えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。このバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。いなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐するトップだ。あ、エレン、気をつけてね。いい感じだ。コニー、任せた。任せとけ。このまま行くぞ。頼んだよ。了解だ。なかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。うなんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。帰還した。
何しやがる！待ってくれ！よくもどうなった！尽くそう。行くよ。悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい。いや、私たちも見てな。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。
たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。見事だ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの気候士から住民を守れ。避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。補給完了。おい、アッカーマン。そこの新兵、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。ここで倒す。僕の勝ちだ。やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。
本部が壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。ベルトルト頼んだよ。なかなかやるじゃないか。拠点を頼んだよ。ライナー任せた。本部に突っ込むなら今しかねえ。いけるか。この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。
あなたを思い出すことさえできない。巨人が巨人を殺してる。